あ、オリックスの選手がそれぞれの守備位置に散っていきます。今日のオリックスの先発はサウスポーのマークです。マークは今日が27試合目の登板になります。今シーズン2勝4敗セーブが1つです。高井さん、マークがですね、ほぼ1ヶ月ぶりの先発、はい、この西武戦というのはリリーフでかなり投げてまして、先発は1試合しかないんですが、はい、その時には勝ち投手になっているんですね。そうですね、やはり西武の左打線というのがね、はい、かなり気になりますよね、はい。まあ、そこで左ピッチャーをぶつけるのは、まあ、上等手段ですからね。マークの場合は6月の10日、ほぼ2ヶ月前になりますが、ここグリーンスタジアム神戸での西武との12回戦先発して7回3分の1を投げて6安打1失点で勝ち投手になっております。まあ、先発はこの1試合だけで、あとはもうほとんどね、リリーフということになるわけなんですが、リリーフが4試合あります。この西武戦は通算して10回3分の1を投げて防御率が 3.48、 これは対西武戦の数字です。通算の防御率はご覧いただいているように 3.77、 26試合に登板して2勝4敗セーブが1つという成績です。マークとそれから西武打線、こちらも、まあ、もう一つの見どころではあるわけなんですが、そうですね、左バッターが多いですからね、この左バッターがいかにこう打てるかでしょうね。まあ、西武打線も後半、まあ、比較的打撃陣好調でして、後半6試合のチーム打率というのは2割8分5厘です。特に当たっているのが松井、それから高木大成、そしてベテランの伊藤、こういったところがかなりハイアベレージを後半戦は残しています。ただ、まあ、大関は3割超えてるんですが、大友がですね、一番の大友の出塁率がもう一つなんですね。そうですね、まあ、この、1番が、かなり出るとね、もっともっと勝っていけますよね、この西武は、はい。しかも鈴木健が、昨日に続いて4番から6番に下げられてますね。そうですね、まあ、今日は、ピッチャーが左ということで、打順考えたいないですかね。4番にはね、指名打者として平塚が今日は入っております。1回の表の西武ライオンズの攻撃が始まります。1番バッターの大友が左のバッターボックスに入りました。マークが初球を投げます。ストレートで入ってきましてストライクです。インサイドに決まりました。マークとしますとそれほど球威がありませんが、やはりコントロールには気をつけないといけませんよね。そうですね、やはり今のような高い球ですよね、まあ、今のはこう多分見せ球ですよね、はい、キャッチャーの要求通りですからね、この後の変化球ですよね、はい、どこに決まるかいうのが。牛尾さん、はい、マウンドのマーク投手についてなんですがね、川村ピッチングコーチなんですが、はい、まあ、6月の10日に実は先発投手で勝っていますよね。そうですね、まあ、その時の状況でその西武の打線が状態が全然違う、いい形で仕上がっているので、立ち上がり見てみないとわからないということを話していました。とにかく実質的にはよくわからないけど、とにかく西武打線の力量、要するに力によってそのマークの出来というのが鍵を握るかなということを話していました。以上です。はい、まあ、立ち上がり見てみたいということなんですが、大友を三振に仕留めましたマークです。今日の両軍ベンサード情報は小林修司リポーターです。今のはボール球をうまく振らせましたね。そうですね、やはり2球目のね、顔のあたりのこのボールがかなり効いてますよね。はい、まあ、6月の頃と西武打線の状態が違うということなんですが、確かに西武打線も、まあ、好調といえばオリックスほどではありませんけれどもね。そうですね、まあ、点が取れるようになってきましたね。そうですよね。バッターボックスには2番の尾関が入っています。この尾関は後半戦6試合で3割4厘という数字を残しています。通算のアベレージは2割7分7厘です。ストレートに振り遅れました尾関です。ちょっと窮屈なバッティングになりました。まあ、スピード的には130キロ後半ですけれども、マークとしますと球は走っているような感じを受けますが、どうでしょうか。そうですね、まあ、変化球が主体のピッチャーですからね、たまに投げるまっすぐやはり早くを見せないとね、星のタイプですからね、こうやって早めに追い込んで
そしてストレートを見せ球にして変化球で仕留めると。そうですね、トップバッターの大友に対してはそれが見事にはまりまして、大友を空振りの三振に仕留めました。マークこの2番の尾関に対しても追い込んでいます。4つ目完全に詰まりました、ピッチャーゴロです。マークが取ってオーバーハンドで一に送ってツーアウトになりました。なかなかコースがいいですね今のは、まあ、左バッターの一番打ちづらいコースですからね、はい、完全にねこう先ほどのファウルと同じように窮屈なバッティングになりましたね尾関がね。そうですね、やはり追い込まれたら変化球という頭があったんじゃないですかね、そこでこう逆の、ね、インサイドの速い球が来ましたからね、はい、ここまではマーク日高のバッテリーいい配球ですね。そうですね、バッターは3番の松井です。22試合連続ヒット中です。イチローは昨日で連続試合22試合で止まってしまったんですが、この松井とヤクルトの佐藤慎一が続けてるんですね、まだね。そうですね、まあ、日本記録が33ですかね、はい、この松井がどこまで伸ばしていくか、今日最初のバッターボックスです。カウントは1エンド1、アウトコースストレートわずかに外れました。後半戦6試合では松井3割7分5厘というアベレージを残しています。4球目は変化球低めに外れてカウントは1、3になりました。1ストライク3ボールです。まあ、松井に対してフォアボールを与えましたが、このピッチングはどういうふうに分析したらいいでしょうか。少しちょっと弱くなったんじゃないですかね。もう外一辺倒ですからね。そうでしたね、全然内をつきませんでした。そして今日4番に入っている平塚を打席に迎えます。2アウトでランナーが1塁になりました。1回の表の西武ライオンズの攻撃です。1番2番は見事に仕留めたマークですけれども、3番の松井に対しては1、3から結局フォアボールを与えました。バッターボックスは今日4番に抜擢されました平塚です。あ、松井がスタートを切って盗塁成功です。キャッチャーの日田がボールを送ることができませんでした。松井はこれで21個目の盗塁を決めました。ツーアウトランナー二塁、初球からいきなり走ってきましたね。そうですね、やはりあのマークのこうあのフォームが大きいですからね、ちょっとこうスタート切りやすいですよね。日高がもう全然ねボールを送れませんでしたからね。ノーワンで2球目、変化球はすっぽ抜けています。ノーツーになりました。1番2番に対するピッチングとやはり違いますね。そうですね、やはり、相手渡ってると思えばね、やはりこうちょっとこう弱腰になってるんじゃないですかね、はい、マークと平塚は今シーズン2回交わせてますが2打数ノーヒットです。止めたバットはファールになっています。これでカウントは1ストライク2ボール2アウトでランナーが2塁という立ち上がり1回の表の西武ライオンズの攻撃です。やはり1番の大友2番の関に対するようなピッチングをしていけばいいわけですよね。そうなんですよね。ここは直球です。今149キロという表示が出ましたが、そんなに出てるんでしょうか。138ぐらいのね、あの球と同じぐらいに見えますけどね、カウントは2エンド2になりました。さあ大事な1球になります。変化球これはファール。今日は左から右にかなり強い風が吹いています。やはり右バッターに対してはこうインサイドを攻めたいというところあるでしょうね。そうですね、まあ、今日の風だったら左中間方向は全然伸びないと思いますよ、だからもっとインサイドついてもいいんじゃないかなと思うんですけどね、はい、まっすぐを引っ張りました。これはいい当たりだ。レフト線どうだ、入るか。
フェンスにダイレクトで当たりました。二塁ランナーの松井は三塁蹴ってホームイン、打ったバッターの平塚二塁へ、ボールが戻っていた、タッチはアウト。平塚はセカンドタッチアウト。しかし二塁から松井がホームイン。1回の表西武ライオンズ1点を先制しました。内をついたんですがうまく打たれてしまいましたね。そうですね、うん、それもいっぱいではないですからね、ちょっとコースは甘かった、甘めですか、はい。1回の表西武ライオンズ4番平塚の起用が成功しました。2アウトから西武ライオンズ1回の表1点を先行しております。